桜プレジデントとは日本の競争馬である。主な価値案は中央競馬の中山記念札幌記念札幌二歳ステークス。引退後には種ボ馬となった。デビューは2002年の8月。札幌競馬場の芝線200メートルの新馬線に出走し勝利を挙げた。騎手を務めたのは田中勝春。続く札幌二歳ステークスにて重賞発制覇を達成する。 その後朝日ハフューチュリティステークスへ直行し、単勝一番人気に支持された。ところが、レースのスタート直後に飛び跳ねてしまい、大きく出遅れた。最後の直線では、内から鋭く伸びを追い上げたが、粘る衛ンチャンプに首様で迫ったところが、ゴールで2着に敗れた。勝ちタイムの1分33秒後は当時、グラスワンダーが保持していた、レースレコードを上回るものであった。 2003年の初戦は、スプリングステークスで、田中が、非常停止期間中であったため、竹幸志郎を安城に、迎えての出走となった。一番人気に指示されたが、後方から伸びを見せた、ネオユニバースに一市に4分の1離された2着に、終わる。札幌賞では、騎手が田中に戻り、ネオユニバースと差のない二番人気での出走となった。道中は中断に位置取り、 最後の直線で外から鋭い足で伸び、コースの内を回って抜けてきた、ネオユニバースと馬体を合わせて二頭で束を突き放したが、ネオユニバースの安状、ミルコデムーロと田中の激しい叩き合いの末に、頭さえ破れて、サツキショーの体幹を逃した。その後東京優秀へと駒を進めるが、スタート後から折り合いがつかず七着に破れた。夏に、 札幌記念への出走が決まり小場に挑むことになった。この時から竹豊を安城に迎えることとなる。レースでは折り合いがつき、後方から上がりサンハロン33秒7の末、足を使い、エアエミネムとの競り合いの末に首差勝利した。神戸新聞杯では、ネオユニバース、ゼンノロブロイ、ザッツザプレンティ、リンカーンドいった春の実績馬との再戦となった。 道中は後方を進み、第四コーナー手前で一気に、外からまくり、先頭に立つ大胆な競馬をしたが、最後の直線半ばで全路ロブロイにかわされ、三馬神二分の一差の二着に、敗れた。陣営は、雪辱を誓い、当初予定していた、天皇賞ではなく、キッカ賞への出走を決断する。しかし、長距離特有のスローペースに、折り合いがつかず、 最後の直線では内に持たれてまともに追えないなど、ジグハグな競馬になってしまい9着に敗れる。ジャパンカップでは、重ばばで前残りの展開の中、後方のまま14着と惨敗する。休養を経て2004年の初戦は、中山記念であったが、最後の直線で鋭く伸び、2着サイドワインダーに2馬身2分の1差を、つけ、1分44秒9のコースレコードタイムで、 重傷3勝目を挙げた。中山記念の後は、安田記念を目標にしていたが、体調不良のため長期休養に入り、天皇賞で復帰したものの14着と敗れ、11月になって、左前足に浅くっけ炎を発症したことから、引退が決まった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。2005年より、レックススタッドで、種ボバとして、 つなぎ用され、共用初年度から106頭の繁殖品馬に種付けを行い、その後も3年続けて100頭以上に種付けを行った。初年度3区は69頭が決闘登録された。そのうちの1頭である桜シャイニーが2008年5月6日に札幌競馬場で行われた北海道競馬のフレッシュチャレンジを制したが、この勝利は、 桜プレジデント産区及び2008年の日本における新種母場産区の初勝利となった。2018年からは新和牧場でつなぎをされる。2020年に引退名馬つなぎ用展示事業の女性対象場となり、種母場を引退した。なお、同年1月には産区初勝利場の桜シャイニーが14歳で準重勝を勝って引退している。母。 セダンフォーエバーは1988年の東京優秀優勝馬桜千代の王種ボ馬として活躍した桜東高の全員妹であり、1988年の朝日杯3歳ステークス優勝馬桜北東の半妹である。祖母桜セダンの最後の3区でもある。ありがとうございます。